高城体験をなさったあのお客様にはぜひご感想もあのお伺いしたいと思いますのでお願いいたします。それでは準備ができたようなので始めさせていただきます。まずこちらからあちらへ、呼びたいと思います。お願いいたします。見事に決まりました。大きな拍手をお願いいたします。それでは次にあちら側からこちらへ、鷹を呼びたいと思います。こちらも見事に決まりました。大きな拍手をお願いいたします。体験された方はその場で、お待ちください。ぜひお名前とご感想をお伺いしたいと思います。こちらも見事に決まりました。大きな拍手をお願いいたします。それではあちら側からこちらへ呼びたいと思います。お願いいたします。はい、こちらも見事に決まりました。大きな拍手をお願いいたします。この貴重な鷹城体験を見事こなしていただきましたお客様に大きな拍手をお願いいたします。じゃあお一人ずつお名前とご感想をいただきたいと思います。じゃあお名前からお願いいたします。高松陽子です。一度鷹を止めてみたらすごい嬉しいです。思ったより割と嬉しいです。ありがとうございます。どうもありがとうございます。お名前をお願いいたします。加藤俊一です。小学生の飯田から参拝ありがとうございます。もう地富士、三鷹、三茄子の鷹を経験して体験していただいたので、今年はすごく縁起がいいと思います。ありがとうございます。では お名前をお願いいたします。埼玉から来ました広田と申します。3年越しの夢が叶ってやっと選ばれました。思ったよりですね、本当軽くてびっくりしました。文鳥とかインコはですね、こうやって手乗りで遊んでたんですけど、それとは全然違う経験で、本当新年から元気を出していただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。3年越しということで本当毎年ありがとうございます。あの午後とあとは明日、午前午後も鷹匠体験を企画しているので、ご希望の方はぜひお願いいたします。名前をお願いいたします。マスコトモコと申します。7、8人ぐらい通っていてようやく本当に嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。嬉しいですね。そうやってあの毎年お越しいただいて本日はどうもありがとうございました。それではいよいよ実演の締めくくりとなります赤尾のすりの急降下を行います。披露いたしますのは大塚鷹匠と田子守隆です。